表彰文化論とは表彰として現れる文化事象を分析し考察する学際的な学問の一分野である。日本においては東京大学が1987年に教養学部教養学科に表彰文化論文化を設置したのが始まりである。比較的新しい学問領域である。表彰リプレゼンテーションという語は人間が世界をイメージし、 その行為を通じて表現されたものを指す。表彰に関する詳細は、そちらの記事を参照されたい。代表的な例としては、視覚に表現される絵画や写真、あるいは視覚の他聴覚や時間の感覚にも関わる映画、あるいは触覚や立体的な空間認識が関わる彫刻、あるいは文字という別の媒体を通してイメージに接続する文学、さらには内部に入り込むことで、 すべての感覚に関わる建築など人間の作り出す様々なものが関わっている。表彰文化論の研究においては表彰という観点から人間への理解を深めるものである。表彰文化論学会においては次のように説明される。表彰という概念は哲学においては再現イコール代行であり、演劇では舞台会コール演出、政治的には 代表性を意味しています。表彰文化論学会は、この表彰という概念を様々な文化的次元の関係性の核を表すキーコンセプトとし、文化的事象を孤立した性的対象として扱うのではなく、それが生産され流通し消費される関係性の空間、すなわち所力の工作する政治的でダイナミックな 行為の空間の生成と構造を考察しようとするものです。表彰文化論学会、表彰文化論学会、表彰文化論学会についてありがとうございます。